にちは。東京都渋谷区恵比寿で開業しています橋本歯科橋本です。土台を外しています。時間はかかりますが、残りの歯をしっかりと残すことができます。太い土台が1本残っています。これを少しずつ削りながら除去していきます。歯と金属の境目は削りません。金属の中心部を削り、あとは器具でこじりながら残りの歯を残していくということを行っていきます。ちょっと回転しているのが分かります。歯を削らずに金属の中心部を丁寧に削っていきます。この部分は非常に薄くなっていますので注意が必要です。硬い金属と柔らかい歯ですから非常に難しいです。でこのようにだんだん緩んできました。時間はかかりますが、残っている歯を全く削らずに丁寧に外すことができます。もう一度中心部を削っていきます。こんな感じでスッと取れてきます。この部分が金属はもう錆びているのが分かると思います。これが中にグッと入っていたということですね。